おい先生遅いなどうしたんだろうな,なんか授業始まる時間なのになうーんなんかないつもこの先生ね英語の先生あの時間正確なんだけどなどうせ珍しいよなまあでも出羽の崎なんかはもうあの先生ほら英語嫌いだから出羽の崎はな先生来ない方がいいんだろな出羽の崎そうだよなはあ何英語はっんなの俺がやらすねえだよな日本人なんだからよ 英語なんかやってもしょうがねえじゃねえかアメリカでウェイギリスでは英語しゃべってますってそれなら俺の知ってくっちゃねえよまったくテーの酒相変わらずだなあ,あ先生来た先生来たおキッズレイ着席お、あれなんか先生の横に誰かいるぞはいみんな ちょっとね、えー、授業開始遅れて申し訳ございませんでした、えー、今日ですね、えー、転校生がいます、えー、アメリカのねあの高校に留学してて、えー、日本に帰ってきました高杉恵子さんですじゃあ高杉さんちょっと、えー、みんなに挨拶してくださいますか高杉恵子です私アメリカのオハイオ州っていうところに行ってたんですはい手羽の先が アメリカ帰りの女なて絶対これもう「出羽の先また何か言うさやつを英語なんか」って言って「もう出羽の先おとなしくしてだよお前んだよそして私あのアメリカの高校でね演劇部やってたんですねだからぜひ皆さんどうですかアメリカの高校では演劇やるんですあのみんなで歌ったり踊ったりミュージカルやったりするんですねでですからアメリカでは そういうあのドラマエディケーションとかシェアデエディケーションというのがすごく盛んで私あの日本に帰ってきても絶対そういうのやりたいなと思ってあのアメリカではねそういうことをみんな高校生がやるんですよどうですか皆さんもどもしよかったら私と一緒にやりませんかおい電話の先あんなの聞いたらもう大変なことになるぞなあアメリカ電話とかまた電話の先をなんか刺激するようなことばっかりこの転校生言っちゃって大丈夫かな なんか出どうしてるかな,出出どうなってる出あれ出ザキそれでね私あの皆さんの中で私と一緒になんか演劇やってくれる人アメリカの高校ではみんなやるんですけどできれば英語のセリフかなんかでミュージカルとか歌って踊ってやってくれる人いないかなとか思ってるんですけど誰か。 いたら手を挙げてくれたりしませんかね？おいおいあんなこと言ってるよ。デワの崎が怒るぞ。なんかアメリカの高校デワとか言ってなあ。おいデワの崎どうしたのデワの崎。デワの崎おいあれ。デワの崎おいおい。はい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 。あ高崎さんほら手を挙げてますよあのあそこにいる。あれああの方ですか？あ一緒に演劇とかやってくれるんですか？

高杉,さん高杉恵子さんと一緒に英語のなんかドラマとかミュージカルとかやりたいそうです。<laughs> はっ出羽の崎どうしちゃったんだあいつ。えっ、ー、出羽の崎これからどういう展開なのかちょっと不安になってきたな。出羽の崎大丈夫か